皆さんこんにちは、しおりみちゃんのしほです。はい、というわけで今回はね、この前ですねりみちゃんにドッキリを仕掛けられました。その内容がとっても嬉しくてですね、なんと本棚をサプライズでみたいな感じだったんですよ。でね、本棚をねもらったので、今から本棚にねこの漫画ちゃんを入れていきたいと思います。今日は冬動画です。はい、じゃあひたすらね、詰めていきましょうか。はい、どうしようか迷う迷う、決めちゃうか、うえよ、迷うね。一番下落ちて、あ、落ちて落ちて、一番下からやりますか。一番下からやるんですやりたいんですけど、じゃあ一番下からやりましょう。一番下何入れよう。まずね、少女漫画入れてきます。どうしようかな。まずストロボエッジ入れていきたいと思います。こちら面白いよね。私このね、人が描くね、ストーリー本当大好き。なんて人ですか。先坂伊代さん。伊代さん柵に、坂に、伊藤の伊に、一緒の書あれ、そうそうそう、一緒の書、ね、読めません。リミどれやればいい。ちょっと待って、リミちゃんもね、お手伝いね、するそうです。うん、今日なんよ。うん、よし、続いてアオハライドを隣に入れていきたいと思います。アオハライド大好き。この人誰。じゃあリミ、アオハライド入れて。何それ、いいよ。これアオハライド。どこに。この隣だった。うんよん、なんか入れ方がおしゃれですね。見えてるから。見えてない。見えてないね、リミの。ちょっと最後に見てみましょう。こんな感じで、とりあえずじゃあどんどん入れていきましょう。もうで完成しました。カンカンカン、イエーイ。どうですかね。どうですかね。かっこいいじゃん、めっちゃかっこいい。まあね、上の方はね、もちろんビヤーっと開いてるんですけどね、まあ、これから増えていったら上まで、まあ、それまではちょっと上の方にちょっとかわいいなんか飾りみたいなの置いたりとかもできるよね、開いてるところに。そうですね、うん、こんな感じになりました。やばい、かわいい、嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいこんな感じで、こだわり的にはこう一巻を、一巻の表紙を見せるように、収納っていうか、はい、並べ方に。まだちょっと余裕あるじゃないですか、うん、だからこんな感じですね。でも余裕がなくなってきたらちゃんとこう入れてもっと詰めるんですけど、うん、全然余裕がありそうなのでね。そうですね、はい。よくない？めっちゃ可愛い。可愛い可愛い可愛い。はい、ということでね、本はこんな感じでね、詰め終わりました。はい、ちょっと待って、これの存在を忘れていた。これどうしよう。何それ。それはどっかにしまっといたら、本棚に立てるよ。本棚に。本棚に。こうはちょっと変だね、うん。ちょっと変だから、どっかしまっとくのがいいかなと思います。そうじゃないって取ってあるんでしょ。うん、ずっと取っててるの。本にね、漫画についてくる、なんていうの、漫画についてくるさ、帯っていうか、そうね、全部取っといてるんですよ。うん、だいぶいっぱい。はいはいはい、というわけでね、こんな感じで一段だけなんですけど、こんな感じでちょっと置いてみました。まああんまりね、はい、置いてもねあれなの。また置きたいものができたら、はい、ね、随時ね置いていきたいと思います。はいはい、こんな感じです。はい、というわけで今回もね、うん、本棚を完成させてみました。はい、リミちゃんも早速さっきから読んでます
読んでたよ。読んでた。どう、リミ、飾り置いてみたの、ほら。かわいい。ちょっとカメラの前に座らないでください。はい、こんな感じでした。はい。それでは、バイバーイ。